ばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。みんな お疲れ様です。前髪が崩れた。やばい、前髪決まってる。え、決まってないよ前髪ね。今崩れたの。前髪決まってるねってコメント読もうとした瞬間に前髪が崩れた。ちょっとやだ、天の邪鬼にならないで。やだー、崩れるなよ。こんばんは。ねえ、今日さ、ほんまに、え、ちょ見て、左膝負傷しました。で、私今見せれないから、明日ちょっと見せ、もうこれ以上見せません。前髪ちょっとやばい。こんばんは。ねえ、今日楽しかった。なんかもういろいろな凝縮された一日でした。今日こんばんは、お疲れ様です。 X とインスタグラムを見てくださった方は分かると思うんですけど、今日は一日警察安全課のやつをしてました。前こけたところ、え、そうなの、前こけたところがもうかさぶたになってて治ってきてたんですよ。で、そしたら今日帰りにまたずっこけて、めっちゃ高い段差から今度こけちゃって、今日も厚底履いてて、でまた思いっきり今度はズル向けになったって感じです。なんかこの毎回右足は全然、右足は全く無傷なの毎回ね。左膝だけ全く無傷で、手もつくんだけど、手もズルっていくんだけど、手も何もないの。なぜか左足だけ毎回血が出るの、血が流れてくるぐらいあれなので、左膝の位置が変わるとかじゃなくて毎回同じ位置なの、その血が出る場所が。だから本当におかしくて、サーヤンが一緒にいてくれて、今日警察のお仕事があった時にサーヤンと一緒に桜を見に行ったんです。でその帰りにちょっと占いをしに行って、ちょっと有名な広島の有名な占い屋さんがあるから占いしに行って、でその占いの帰りだったんですけど、え、マジでさ、普通にさ、やばいじゃん私。まあ、1回か2回あるし、まあと思って、まあ次こけたらさすがにちょっとあの可能性あるなっていう、これはまあちょっと霊的な、だから3回目の正直でちょっとやばいので、とりあえず今日お風呂入る時にちょっと塩を入れてちょっとお風呂に入ろうかなと思います。これ嘘じゃないよマジで。ちょっとギフト読む。ありがとう、ヤッホー、スーさんハート、ありがとう。こんばんは、東京1068さん、お疲れ、ありがとう。ストゥッチーさん、ピカピカ、ありがとう。お、すごい。え、すごい、俺の。ありがとうございます。東京1068さん、ね、これなんかくまちゃんのなんか、ありがとう。え、すごい、え、すごい、え、え、え、すごい、ありがとうございます。すごい、え、すごい、嘘、え、すごい。アンパン、アンマンパンさん、嘘だよ。え、何が。ありがとうございます。何を嘘つくの。キモツン、おにぎりありがとう。おにぎりすごい、おにぎり。カンジ君、牛乳ありがとう。カンジ君、お茶ありがとう。今日お茶飲んだよ。ヤスさん、ハートありがとう。こんばんは。おにぎりかこれ。まーちゃんハートありがとう。ゆいちくんもハートありがとう。もうマジで怖い、今日お風呂入るの。傷口にしよう、あ、よくない、よくないか、あ、痛いってことか。え、なんかマジで普通にさ、ちょっと怪しいんですよ、怖いんだよね、なんかこんなに。でも全然気持ち的にはダウンすることがない。ロカパカ、俺の嫁ありがとう。ガチで
怖いですよね。岡山のお仕事レータメインなんで、わかんない。でも今日沖さんいなくて、なんかちょっとハラハラドキドキしました。怖かった。一人でこけて、サーヤンが見てくれてた。思いっきり叫んじゃって、なんかめっちゃでっかい段差のところで、私今日メール何通送ったっけと思って、そうメール最近はあの5通とか送ろうっていう決めてて、今日学んだ感じ送るの忘れてた。送ってたら6通ぐらい送るよ。最近毎日5通ぐらい平均で頑張って送ってるんですよ、自分のいろいろ知ってほしいからっていうので。で何通送ったっけと思って1、2、3、4、5ってバーンってガーってぶっこけたんですよ。めっちゃ痛かった。ちょうど5通のところで思いっきりぶっこけて、いたって言ってガーってガーって叫んだ。だから思いっきり見られて、交差点で信号渡るときに、タケト君ハートありがとう。マジでちやばくない？インスタのストーリーあげたんですけど、初見さんエアホーありがとう。メール最近メール多くて嬉しい。嬉しい、私も嬉しいし、あのメールの返信めっちゃ頑張ってくれてるから、りねちゃんおじさんがめっちゃモチベ上がります。桜のさ写真送りますね。サーヤンとめっちゃ毎年サーヤンと桜見てて、3年連続で行ってるんですよサーヤンと。で今年も絶対行こうって言って、今日仕事終わりだから行こうって言って、もうその後桜見ていろいろちょっとご飯食べてサーヤンとで人生語って、その後私が行きたいって言ってた、急遽決まった。マジで当たるって言われて広島の占い屋さんに行ってきた。うん、あやぱんは今日都合合わなかったです。あやぱんとはもう遊びすぎて、なんかもう遊ぶってよりなんか毎日会うみたいな感覚。そう、桜はもうサーヤンと見るって決めてる。別にこだわりはないけどね、こだわりはないけど毎年サーヤンと約束してるから、ちょっと奇跡的なことが起きて、ちょっとまた話します。イベント見に行きました。本当に可愛かった。ありがとうございます。嬉しい。マジで。今日来てくれたんです。カップラーメンもらえましたか？ちょっとさ、今日のイベントで来てない方とかもいるから紹介したいと思って、今日のイベントで配布した。なんか交通安全のなんかカップラーメン限定パッケージのカップラーメンとか、これねすごいでしょ。ラーメン3分。事故一瞬みたいな。これシーフードで。じゃあ後で紹介します。後で紹介するね。トニー、ハートありがとう。なんかさ、イベントの写真さ、これほんまに可愛いみたいなさ、超ブスなスクショばっかさ載せられてさ、ちょっとなんかちょっと NG なんだけど。いやなんか普通に可愛いやつもあるんだけど、なんかこれほんまにみたいな、半開きみたいな顔とかも載せられて、みんな可愛いの着ちゃおかしいでしょ。本当にちゃんとしてよ。もうなんかめっちゃブスな写真ばっか載せないでくれるかな。もう加工しなきゃ死んじゃうんだから、それ以上ブスな写真載せないで。ちゃんと歯を出してくれて笑ってればいいんですけど、みたいな、もう超変な写真とかも載せられてちょっと嫌ですあれ。可愛いやつ載せてね。うん、こんにちは、今日ありがとう、こちらこそありがとうございます。なんかマジでカメ子とかもさ、なんかみたいな写真ばっか、あれなんでどういう心理してるのあれ。あのこちらの、ね、ポテンシャルがもうちょっと悪いので、ちょっともうちょっと磨き上げます、ごめんなさい。ファンの皆さんのせいじゃないよ。うん、私のポテンシャルを磨けばいい話ですから、常に意識して、うん、すいません。ありがとう、逆にいっぱい拡散してくれて。でもね、拡散してくれたらせっかくやったら可愛い写真で拡散してほしいかなっていうお話です、はい、でもありがとう、来てくれて本当に。今日お会いできなかった方とかも本当にぜひまた会えるチャンスがあるので来てください、うん、なんか告知が急になっちゃって、なんかもともと告知していいのか分かんなくて、マネージャーさんに告知していいですかって聞いたら、もう1日前とかになっちゃったから、もっと早めに告知したかったんですけど、平日で。ありがとうございます。そう、こんにちは、ゆうたくんハートありがとう。なんか話したいことがいっぱいある。マレフク食パンありがとう。パンじゃん、パンじゃん、あやパンやん。こ
句と言いたかったな。りょうくくん、これなんだ、面白い女、え、イエーイ、ありがとうございます、嬉しいよ、ほんまに。ひなちゃん、ハートありがとう。ベニちゃん、おにぎりありがとう。歩き方が悪いね、ちょっとちょっと失礼な人いる。え、ちょっと私の歩き方悪くないよ。でも私結構つまずくんですよ、普通にやつとことか履いてなくても普通の道で結構つまずくことがあるから。ジルもらっててよかった、え、嬉しかった、めっちゃ。でもね、まだ中開けてないの、ドキドキしすぎて。え、そう、さあちゃん来てくれたんですよ。もう話したいことがいっぱいありすぎてさ、次から次へと変わっていくからさ、本当に無理。ネガティブな気持ち持ってると悪いこと引き寄せるからね。え、そうよ、マジポジティブだから、マジポジティブが一番ですから。 You know JKT48、 おう、初見さん Thank you。 JKT48 マーシャークリスティラーブ、めっちゃ可愛い、ビューティー、推し可愛いです。岡山アイドルつながり、え、そうなの、フィールネオさんのさあちゃんと、そう、本当にマジで最近結構 DM するようになって、そう、あれもうほんまに最後に対バンしたの2年前とか1年前とか2年前のなんか岡山の対バン以来全然話してなくて、でマジでご飯行きたいってさあちゃんが言ってくれて、そっから私もそうあれだったんです。だから絶対に今年はさあちゃんとご飯行くって決めてます。めっちゃ嬉しかった、急に昨日さあちゃんが DM でなんかリネタンさんに会いに行きますって X で見ましたって来て、えーって言って、そっからもうタメ語でイエーって感じで、で今日も会ったんですけど全然なんか緊張しなくて楽しくて、もう絶対ご飯行こうって約束して、めっちゃ嬉しかったです。本当になんかつながりいいですね、私そうアイドルの友達っていうのがいなかったから、なんかめっちゃ嬉しい、しかも同じ岡山で。フィールネオさんそう2回ぐらい対バンしたことあるから、また対バンしたい。ちょテロップ入れようかな。交通ルール守ろうね。ルルルルルルル羽田さばとその表もうすべてが愛しすぎるけど君が全て思わないようにする、ベストじゃなくて預かった言葉の最後まで。まさつぐくんハートありがとう。でもこけた時さ、私さ歯をさ俺の歯をさ歯をさ折れなくてよかった、毎回思うんだよねマジで。のみ誰推し、なつみんさんです。なつみんさん、あと国沢さんも気になってます。でもなつみんさんもうマジずっと聴いてるよ、マジで1日にね50回ぐらい聴いてました、のゆみさんの曲。ジャーキーだるまありがとう、ジャーキー牛乳ありがとう、お茶もありがとう、東京06ちゃんパンありがとう、ピカピカパッキュンありがとう、ひまわりハートありがとう、タッキュン食パンありがとう、ロコポコえらいありがとう、こんにちは、エンジの声癒されました、え、マジ可愛かったよね、ねえ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 みたいな、そう歌歌ってくれたんですよ、なんか幼稚園の子が、うん、ねえ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 みたいな、タクト君ペンライターありがとう、ねえ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 、友達がりんちゃんもらおうとしたけどちょうどなくなった、マジか、え、なんかもうみなんかファン、なんかマジ一般人の人が全然いなくて、周りにファンの方ばっかりで、ファンの方にいっぱい配っちゃった。なお
間違えた、ごめんなさい全然違うスッチーさんハートありがとう。え、マジで変顔みたいなの載せないでくださいね、普通に。なんで載せんだよ、あのブスな写真みたいな顔ばっか載せてさ全然ありがとう。こんにちは初見さんありがとう。まるふくお茶ありがとう。こくこく、げんちゃん食パンありがとう。食パンって美味しいよね。私食パンさ焼かずにさ生で食べるの好きなんだよね。なんかシミサラみたいなこと言うけど食パン大好きって、シミサラ生で食べるのが大好きですって言ってたやん。いやめっちゃわかると思ってた、あの STU 加入ながらに。私はゆいちくんハートありがとう。くさんお疲れありがとう。まあ、猫チームにしか聞こえない。ラララララハッピー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 ってこと。ハイエース星さんハートありがとう。ハイエース買いな残念なドラさんハートありがとう。ハイエース星さんだるまありがとう。おさつぐくんかわいい、ありがとうございます。なんか話したいこといっぱいあったの。 YouTube ショートの動画見てるよ。えねえ見ましたか、ドリアン食って私がなんかうえってえずいてる動画。もうあれさ絶対載せれないって思ったの。そう STU 新しい STU ラボを見てくださりましたか。今日のまだ見てない方はですね、もう STU48 公式の X に載ってるのでぜひ見てください。マジでやばいよ、私なんか人生初ドリアンだったんですよ。でマジでさほんまに無理って思って、ガチで無理ってなって、いやドリアンいけるかなと思ってもうなんかちょっと匂いが無理すぎて、あまりにもちょっと無理でした、ごめんなさい。もうあれねカットされてるからね載せれてるけどね、カットされてなかったらねもうやばいよマジで。私がどんだけ涙を流したかドリアンで、もう虫食べるよりきつかった。うん、虫食べるよりきつかった。もう私ゲテモノいけるわ、うんゲテモノいける。あのね本当に無理です、鼻つまんでも無理。なんかドリアンってあんなきしんどいんだって、虫食べるよりきつかった。もうドリアンやばいよ、私ドリアンちょっと NG かもしれない。苦手な食べ物はもう虫ってゲテモノって言ってたけども、ゲテモノはいけますもん正直。もうほんま怖いけどね、もううえってなるけど。でゲテモノの美味しい食べ方を知ってしまったんです。美味しいとか、まあ、ちょっと食べる方法みたいな、うん、でもドリアンはほんまに無理かもしれん。なんかもうあんなおえつしたの初めて食べ物でうえっ、あれさやかにもううえってなってて、さやかに今あんなおえつするほどじゃなかったけど無理って言ってた。でもさやかには食べてたの。でも私はきつかった、もう本当にしんどかった。でも一生虫食べたくない、虫食べたみたいな言い方になっちゃう、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、何もないです、聞いてないことにしてください。いやドリアンもう絶対食べたくないですねマジで、うん、ドリアンちょっときつかったな。なんかお菓子だからいけると思ったんですけど、お菓子の時点であれだったら私も多分本物無理だ。なんかドリアンってどんな匂いっていう、ドリアンマレーシアン、ドリアンって結構有名だよ、台湾食べ物だっけ。でもさ私さもうあまりにもさドリアンに対してさもううえっってゲ吐きそうになってさ、何回もえずいてる。あれカットされてるからまだマシなんですけど、カットされてないやつ見たら多分本当に放送できないぐらいえずいてて、マジゲー出る寸前だったんです。ここまで来てマジで一瞬飲み込んだんですよマジきつくて、なんかもうメイク取れましたもんドリアンで、うん、しんどかった。まあなんとか食べれるみたいな、食べようと思ったけど口に入れた瞬間にもう無理すぎて、なんかもう死を覚悟しましたね、うん、これドリアンって食べたことありますか皆さん。ドリアンを食べたことない方が多いと思うので、おそらく、まあ、表現するとですね、ドリアンは玉ねぎとかネギとか白ネギとか、まあ、いろんなネギ、ニンニクとかもういろんな強烈なあの玉ねぎ臭のネギ科のものを全部集結して、アンモニア臭ですね、あの犬のおしっことかアンモニア臭を混ぜて、でなんかもうくっさいなんかワンちゃんのうんちみたいな混ぜた匂いがします。うんそうだな、あとおならとかワンちゃんのおしっことか
アンモニア臭プラスネギ科のものを集めてした感じだから、あんなもん食っても寝ないと思って。そうでも YouTube 撮影のスタッフさんはドリアンが大好きで、ドリアンのお菓子を食べた時に美味しいって言って食べてたの。え、うめえってもうやばいだろ、もういかれてやがって。もうじゃあ思い出すだけちょっと涙目になってる、わかる、これ やばいでしょ。思い出すだけでちょっとドリアン思い出すだけでやばい、ちょっと涙出そうね、ちょっと鼻声っぽくなってきた。もうそれぐらいマジでもうまずすぎて、ちょっと結構やばい。思い出してるだけでちょっとこう分かる、ちょっとうるうるな、ちょっと鼻は赤くなってきてマジダメダメになるぐらい、ちょっともう NG です。もうほんま無理ですよ、ドリアン怖いよ。ウセタンおにぎりありがとう。マジで無理だよ、もうきつかった。ドリアン一生食いたくねえ。普通にドリアンと虫どっち食うって言われたら絶対虫。うん、マジきつい。こんばんは、はでちさんおにぎりありがとう。おにぎりとパンかわいい、これなんか好きな人にはたまらない。そんなん無理、え無理だよね。でなんかそのドリアンのお菓子が3種類ぐらいあったんですけど、その3種類のお菓子の中でなんかまだマシな、最初に食ってた、さやかりが食ってた白いなんかサクサクのなんかチョコかかった、ドリアンのチョコかかったみたいなので食べやすそうななんかお菓子があって、なんかそれはまあ一番軽度みたいな。2番目に食べてたなんかクッキーもまだソフトクッキーみたいな。3番目がなんかほんまに無理って思った理由が、あのドリアンの生地にドリアンのあんこが入ってて、その中にアヒルの卵、アヒルの卵が入ってるみたいな。アヒルの卵巣みたいな、なんかアヒルのね、なのかね、卵がね入ってるんですよ。アヒルのねなんか赤ちゃんみたいなやつが入ってるらしくて、それが真ん中に入ってありますみたいな説明を見た時にってなっちゃって、いやまだドリアンだけだったらいいよ、ドリアンだけだったらね。でもさ、アヒルの卵、あの白い卵じゃないんだよ、あの赤ちゃんだよ、赤ちゃんが入ってるんですみたいな、もうそれ見た瞬間にちょっときつい。と思って、ちょっとってみんなはーってなった。あ、そうピーターみたいな、え、なんかそう、でもねあまりにもこう否定しすぎたらその国の人に失礼だからっていうので、もうなんかあの本当にカットしてくださいねって言ったら分かりましたって言って、まあ、編集されてカットされてるんですけど、そうなんかまあ好きで食べてる人もいるからね、うん、私は普段からアヒルの卵とかドリアンを食べる習慣がないので、なんかそう今回お口に合わなかっただけであって、現地の人は美味しいって言って食べてるし、現地じゃない人でも美味しいって言って食べてる方もいるから、まあぜひ気になる方はですね、なんかまあぜひ食べてみてください。私はちょっときつかったって感じ、うん、そうあまりにもねなんか否定しすぎて失礼じゃないですか、なんか自分自身でも思っててなんかめちゃくちゃ失礼って、だからぜひ食べてみてください、うん、なんか普段からね多分アヒルの卵食べてたらまあなんか食べれるかもしれないけど、私はちょっとドリアンっていうものをちょっと食べることなくて想像と違ったんだよね。なんかドリアンって私マンゴーみたいな、臭いけどまあマンゴーみたいな感じでしょと思ったら、なんかネギとかアンモニアとかいろんななんかもうちょっといろんなおしっこみたいな、結構そんな感じの匂いがしたらちょっときつかったって感じ。ヤッピーハートありがとう。うん、そうなの、まあ、日本でいう納豆とかね、納豆とか生卵とかね、そういう感じですよ。で日本でいう納豆が、まあ、他の国のドリアンってことで、納豆うまいもん日本人、まあ、苦手な人いるかもけど。いいね、えらい、ありがとう奥さん頑張りました。こんにちはスーさん、だるまありがとう。つぼのしん牛乳ありがとう。
つぼのしんお茶ありがとう。タクトくんお茶ありがとう。そうなんです。福さん、え、かわいい、ありがとうございます。なんかコロナの頭にうんちがついてる。くまちゃんありがとう。え、嬉しい、うんち頭にうんちついてる、ありがとうございます。え、かわいい、このうんちくま、めっちゃかわいいんやけど。え、ありがとう、嬉しい、お礼書きます。うんちついてる頭に、ありがとうございますありがとう。ちょっと待って、ペンが、あった、頭にうんちがついてるありがとうございます、コロネえ、かわいい、めっちゃかわいいありがとうございます、お礼書くね、ありがとうかわいい、ありがとうございます。え、このなんでパンなの、なんでさ、パンとおにぎりなんですか今。なんでパンとおにぎり。こんにちは、納豆うまいね、納豆うまい、ありがとうございます。くさん、これね、くまちゃん、仕上げてく、ありがとうございます、嬉しい。みね、今日オタク何人逮捕したの。え、何人だろう、結構みんな自分から逮捕されに来たからな、今日に関してはえ、なんかあの、この配布後から紹介するんですけど、この配布物を配るときにもう自ら逮捕されに来た、みんななんか私が持った瞬間みんななんかメロメロになっちゃって、配布物、そう、みんななんか来たから結構逮捕したかもしれない。くまちゃんのコルヌ、え、めっちゃ可愛い、これどうやって書くかな、くまちゃんコルヌ結構再現度高く描けそう。え、かわいい、やばいよ、メロつくよ、かわいすぎて、かわいすぎてやばいよ。え、今日ね、なんかね、結構みんな来てくれて嬉しかったんです、すごい幸せでした。あとで紹介したいものがあるんですよ。いっぱい紹介したいものがあるから。ちょっと絵上手くなったかもしれん、私天才かもしれん、やばい。
左膝がヒリヒリするぜ、左膝が痛いぜ、左膝の余韻がやばい。今日お風呂入る時怖いな。でも塩入れてやらんと結構怖いな。なんかもうマジで今日3回目の正直を実感した、こけた瞬間に。これからも逮捕するからね。どうもありがとう。福さん、どうもありがとう。ありがとう。これね、うんちタワークワちゃんうんちタワーありがとう、めっちゃ嬉しい頭にうんち湧いてる、かわいいやばい、大好き、もうめっちゃかわいいです。これクマちゃんが頭に何か巻いてる系大好きなんですよ。これ赤ちゃんみたいで、ありがとう、ありがとうございます。これね、うんち福さんどうもありがとう。これからも福さんのこと逮捕しちゃうからね、バッキュン。ありがとうございました、ありがとうありがとうございます。こんにちは、初見です、ヤッホー。ありがとうございます、初見さん来てくれてありがとう。おにぎり派？パン派のイベントがやってないね、やっていないね。あら、そういうことか。おにぎりとパン、おにぎりかパン派ってことか。え、みんなどっち派ですか？おにぎりとパンどっち派ですか？あ、じゃあ私がおにぎりとパンどっち派か当ててよ。私はもうどっちか決まってます、絶対に。おにぎりとパン、米とパンどっちが好きっていう選択肢。どっち派ですか？塩痛いかな。米、パン、おにぎり、おにぎり、おにぎり。スーさん、チキチキビーム、ありがとう。米、え、でも当たってる、正解は米派でした。そう、なんかね、お米とね、パンどっちが好きって言われたらね、絶対にね、お米を選ぶんですよ。なんかでもパンを無性に食べたい時があるんですけど、でも基本的にお米が大好きで、お米が好きです。私は一生食べ続けるなら米とパンどっちって言われたら絶対米選ぶかな。お米が好きかな。うーん、米が好きです。こんにちは。小麦をね取ったらね、私肌荒れしちゃうからね、小麦あんま取らないようにしてるんですよね。今日はどうして真っ先にサバの弁当選んだの？え、なんで知ってんの？え、なんで知ってるんですか？怖っ。私がお昼ご飯、お弁当が来た時にお肉とか唐揚げとかハンバーグとかたくさんあった中で、唯一一個だけあっためちゃくちゃでかいサバが乗ったお魚の、唯一一つだけお魚だったお弁当があって、選んでくださいって言われて、サバの弁当を選んだんですよ。そしてサバのいただ、サバ人気かと思って、サバいただいていいですかって言ったら、え、逆にサバでいいのってなんか言われて、え、サバいい、サバがいいですって言ったらびっくりされて、
逆にサバが一番人気ないと思ったからサバ食べないと思ってた。サバ俺が最後に残ったから食べるかと思ったって言われてスタッフさんに、って言って、でサバで3期生ちゃんにもサバいただいていいですかって聞いたら、全然いいですよって言ってくれて、むしろありがとうございますみたいな、で優しいみたいな思って、マジびっくりした。ヘルシー、ヘルシーとか関係なくね、肉も魚もカロリー一緒だから。なんか私魚の気分だったんですよ、もうめちゃくちゃ魚が食べたくて、でもう魚モチベ高すぎて、そう、いや魚を狙ってるスタッフさんがいなくて、そもそも揚げ物とか唐揚げとかハンバーグとかなんかそういう系とんかつとかがあって、なんか炒め系みたいなやつだって、お肉のでお魚が一個だけあって、でみんなお肉メンバーとかメイクさんとかスタッフさんが二人いて、そのうちの一人も絶対にあの肉系かなって思ってたらしいの、そのもう一人のスタッフさんはね。でも選んで、私が一番最初に魚を取ったから、なんか俺は一番最後に余った弁当がサバだと思ってたから、絶対に俺がサバを食べなきゃいけないと思ってちょっとショックを受けてたんだけど、びっくりしたって逆にありがとうって感謝されました。なんで知ってるんですか、そこ弁当、怖いんだけど私、言うって言わないんですよねそういうのなんで知ってんの、怖っ。3期生ちゃんかな、でも言わんか、いちいちリネさんがなんかサバを一番に選んでましたみたいな、そんなこと言わんか。いや魚、サバ美味しいですよね、サバ好きですね本当に。ゆうなんか可愛い、なんかマジで伝えといてください、ゆうなんに。なんかほんまに私今日ゆうなんとまともに話したんですけど、ヒータンは結構話す、ゆうなんとまともに話したんだけど、めちゃくちゃいい子で、なんかゆうなんめっちゃ話しやすかった、気さく、何でもらってくれるゆうなんで、ヒータンも可愛い、めっちゃ可愛い、でもさ後輩大好きになりました。岡山の後輩めっちゃ話しやすい、3期生ちゃんなんか、なんか楽、なんか気まずいとかないかも別に。田辺さん食パンありがとう、まえちゃん食パンありがとう、サバ、そうめっちゃ魚モチベ高くて魚が食べたかった。もう今日のお弁当絶対魚じゃないだろうなって思ってて、絶対大きな魚が乗ってるお弁当とかないよなって思ってたら、まさかの大きな魚が乗ってるお弁当があって、わーってこれだーって思って、君に決めたと思って選びました。最初姫たんさこちゃんのことかと思った。私逆にヒータンって言おうとしたら、ヒータンってなったら響ちゃんのことかと思われるかなと思って姫タンにしたんですよ。しかもその前に、その前の文章に同じ岡山県出身のゆうなんと姫タンって書いたから、まあ2人とも岡山県出身だから、まああの姫ちゃんかなってなるじゃないですか。だから絶対間違えないだろうと思ったらリプランに、あのさこちゃんって書かれてて、あこれやばい、勘違いされたら大変だと思ってちょっと訂正して追いポストをしました。こんにちは、バイバイ、ゆうちくんいいね、ありがとう。
が食べたかったから魚を食べました。でも基本的になんか弁当とか私余ったやつよくて、なんかそんなこだわりなくて、後輩が魚食べたいって言うんだと全然譲ってる。魚の持ち味が高かった、うつみでした。え、てかね、インスタのストーリーにね、あのね、顔漫画あげてたじゃないですか、あのハイライトに載ってると思うんですけど、私のタイ料理カオマンガイっていうあれをスタッフさん、今日あのさっきあのサバの弁当食べるかと思ってショック受けてたスタッフさんが、うつみあれすごいなめっちゃ褒めてくれて、カオマンガイあれもう俺大好きなんよって言って、今度作ってって言われました。めっちゃ嬉しかった。カオマンガイであんな喜んでくれる人いるなと思って、私初めて作ったんですけど、なぜかなんかあれはなんかタイだよね、カオマンガイって、カオマンガイってタイなのに、なんか謎になんか私のマネージャーさんがそのスタッフさんになんかシンガポールライスってなんか言ってて、間違えて伝えてて、なんかシンガポールライスって言ってた、シンガポールライスじゃないですよ。カオマンガイでタイ料理じゃないですか、なのにシンガポールって間違えてシンガポールライスって何と思って、えと思って、カオマンガイのことですかって、あれタイ料理めっちゃ美味しいらしい、なんか東京に店舗があるらしいんですけど、カオマンガイのめっちゃうまいって、フランチャイズで広島に持ってきたいぐらいカオマンガイが大好きらしい。だから料理のお仕事くださいって言っといた。私もクックパッドで心斎橋とかに行って料理したいですって言っといた。もうなんか自分のね、なんか特技とか今まで全然わかんなくて、なんか結構迷走してたんですよ。なんかやりたいことが多すぎて、なんかトークも好きだしファッションも好きだし、なんか撮影も好きだし、なんか何がやりたいって言われた時にもう全部やりたいですってなると、なんかもう決めた方がいいって言われてたんですけど、やっとなんか自分のなんかこれだと思うことがあって、それがなんかやっぱ料理だなって思ってて、なんか料理すごい好きだし、なんか楽しいし、しかも料理うまいんですよ私、ちゃんと料理うまいし、あのカオマンガイのそのソースとかも手作りだし、タルタルソースとかもソースから作るみたいな、もうめっちゃこだわりがあって、なんかヘルシーなレシピも結構なんか濃いめの味付けも牛の小豆も凝った料理とかでも絶対に成功できるから、なんかマジで料理のお仕事したくて、これからなんか自分的に料理をもっとご利用ししていこうかなって思ってるので、なんかちょっと料理の企画を考えたいですね、なんかつなげたいお仕事に。せっかくなんかだから今年もしプロフィール更新するとなると、特技料理って入れようかなって思ってます。料理をしていこうかなと思って。料理のお仕事いいよね、なんか料理だったらさ、なんかちゃんと STA だから瀬戸内のものを使った料理とかもありだし、全然限られないからやりやすいのかなと思ってて、だからちょっと料理のお仕事があればちょっと積極的に頑張りたいので、応援してくださると嬉しいです。インスタのストーリーのハイライトにあの料理を載せてたりとかするし、あとはあのモバメとかでもこれ作ったよとか載せてる、割と送ってるので、ちょっと料理のお仕事ぜひ待ってます。今見てくださってる、え、マジでクックパッドで料理したいの私も。料理したいんですよ、うつみキッチン、うつみキッチンしたい、うつみキッチンしたいです。カオマンガイの出汁でフォー作るとめっちゃうまい、え、だけど、え、フォー作ったことないの、フォー作ってみたい、ベトナムの、え、フォー食べてみたいんだよね。ゆいちくんハートありがとう。フォー食べたい、フォーってなんかあのちゃんが食べてるイメージ、ケケロケケロのあのちゃんが食べてるイメージ、フォーフォー。ねえ、明日チャートリのさ、チャートリの花だれのさ実感がわかんすぎるんやけど、マジで無理、早すぎるよ、辛いよ。南さん卒業しないでほしい。
ね、紹介するの忘れたんですけど、今日の交通安全のやつで配ったカップラーメンとか何を配ったかとか、私中全然見てない。まずはこれ、交通安全ストラップ、暗くなってから反射する。え、すごいよ、ここら辺まで見えるらしいよ。50メートル以上でも見えるらしい、このくまちゃんのストラップ。すげえ、 JA 協賛で。あとはティッシュ、ティッシュと、あとなんかまあ交通ルールのチラシ、春の事故とかのチラシと、あとは手につけるなんかバンド、腕とかにこうやって光るやつと、一番みんなが気になったあろうスパイシーカレーヌードル、ちゃんとここにラベルが貼ってあるの。交通ルール守って笑顔、晴れの国晴れの国で、ちゃんと倉敷交通安全協会って書いてある、倉敷市で。上に特別ラベルのこの、すごくない？ラーメン3分、事故一瞬、スピード控えて事故ゼロへすごくない？カレー味、ちゃんとガチのカレーヌードル、すごくない？カレーだからほんと食べれるんだよこれ。これは売ってないんですよ、だから売ってないから紹介しようか迷ったんですけど、そう、なんか売ってたらね紹介してもいいなと思ったんです。でも珍しいから、今日の交通安全運動、彼の交通安全運動で、あの配ったんですよみんなに。でもちょっと面白いから見てほしくて、これ見てね、交通安全のルールを守ってほしいし、一人でも減ることを願って。すごくない？ラーメン3分、事故一瞬、スピード控えて事故ゼロへでカレー味でね、ちゃんとヌードル、すごいよねこれ。なんかシール貼ってあるか、多分これ貼ってあるのかな。でこれ味が赤、しかもおもろいのが黄色なんですけど、これも赤と3種類あった、赤と黄色と青が入って信号カラーになってるんですよ。だから人によっちゃ、これ今カレー味なんですけど、カレー味の人もいるし、なんかカレー味じゃないよって人もいる。でもう一つの方、もう一つ袋目、他のものは一緒で、今度青色ですね、赤青黄の3種類のシーフードヌードル味。そう、赤が醤油だった確か、赤が醤油で黄色がカレーで青がこのシーフード、シーフードとカレー、え、めっちゃ美味しそう、グルグルで、さっきのラベルクラシティで、これはこれもなんかちょっと違う、さっきと違う、なんかラベルの貼り方が違う、なんかパッケージあれが違う、横か、スピード控え、ラーメン3分、事故一瞬、スピード控えて事故ゼロへそう、マジシーフードですね、これもガチ普通の、え、めっちゃでかい、普通のカップラーメンと変わらない、普通の市販で売ってるやつにちょっとまあ上に貼ってあるんかな。うん、そんな感じです。3種類あって、私は醤油ゲットしないんですけど、カレーとシーフードをゲットしました。そう、食料が増えました。食料に困ったらこれ食べます味はね、もう普通の市販のあれなので、普通の麺なので、はい、くまちゃんの、くまちゃんの光る蛍光のランプ可愛かった。くま、すごくない？50メートル以上も見えるんだよ、くま、めっちゃ遠くでも見えるってことか、すげえな。鬼賢章さん、ハートありがとう。南光さん、ハートありがとう。普通に言ってる。南光さん、ピカピカありがとう。
醤油ラーメン、いいな、醤油いいね。でも中身違うんかもね、結構な量。ライブ会場でも見えるかも。おもろいよライブ会場、いいじゃん、明日のペンライト代わりにしてよステージから見たらでもちっちゃい光かも、ちっちゃいしペンライトに比べてちっちゃすぎるから。タクトくんハートありがとう。びっくりした、通知が来ましたゆいちくんハートありがとう。やばい、もう50分だ、58分になった。断じ思ったのね、今日バイライさん結構朝やったんですけど、もう多分本部レベル上げれる気がする。わからんキロ、わからんキロね、本部レベル上げれる気がするね。今日撮った写真上げていきます。ちょっといっぱい今日いっぱい写真撮ったんですけど、なんかインスタグラム昨日の深夜っていうか、まあ0時とかにちょっと投稿したので、もしよければいいねしてください。なんか地雷みたいなやつ載せた結構前の写真。インスタグラムいいねしてください、いいねしてください、よかったら。インスタグラムのストーリーめっちゃ載ってるからさ、見てね、今日の警察のこととか載ってるから見てください、よければぜひ。こけたところ熱持ってるわ、熱い、めっちゃこけたところ。君が世界が運転思わないようにする。なんか沖ちゃん言ってるで、何を、沖ちゃんいます、おらん、何言ってるんですか。改めて岡山知事になろうと思った、どういうこと。何を言うんですか、私の。こんにちは、バイライバイライ、ちょっとやっとこ、押しとこ、多分もう終わってるから、本部レベル上げていきたいし。残念だ、トラさん、かわいい、ありがとう。来い来い来い、なんか電波悪いな、電波がちょっとゴミかすすぎるぜ電波がゴミかすすぎるぜって言ったら来たって言ったら止まった、おいあ、来た、あ、来たー、やったー、チャプター25になるぜ、やったぜ、チャプターが25になる、チャプター24終わった、今ちょうど終わった、チャプター25になります、やった、イエーイ、今から今日の明日チャプター25、26にしたいな、できるならチャプター明日26できるわ、やった、1個で終わるもんだって、こんな注文なんか、なんか怪我してる、ちょっとヘルプ出しとこ、実は電波がゴミかつすぎるのとは、本部レベル上げれるんじゃない？あ、このなんとか棒なんとかみたいなやつをやるんだっけ？これやったら本部レベルもう上げれますね。病院レベル。病院レベル16？あ、ちょっと待って。
レベル16にしよう。ちょっと後でやろう。バイバイ。結構進めた、結構ね頑張ってますよバイバイ、うん、マジで。でもね、あチャプターね今25行ったんですけど、農民を注文したらあと8個ぐらい注文したらもう26いけるから、今日の夜には26行っちゃう。イエーイ。建設時間かかりすぎてやばい。でも建設時間かかるよね。なんか建設をねあのカットするね方法はいくらでもあるんですけど、そうどうしてもねちょっと難しいんです。ゆういちくんおにぎりありがとう。おにぎりポーズ。農民注文するみたいなやつ。大熊さんハートありがとう。だけどかミルクありがとう。残念なずらさんかわいい、ありがとう。交通ルール、それは守ろう。そうだよ、交通ルールは守りましょう。ほんまに交通ルール守ってください。岡山県一番事故率が高くてね、なんかね今月だけでもねなんか結構なくなってるから、事故1000人とか危ないから、ぜひ。あとねイオンモール倉敷、今日行ったあのタワーレコードさんの倉敷にちょっとあの3期生ちゃんと内海でサイン書かせていただいたので、もし倉敷のイオンモール行く機会があったらぜひ見に来てください。ポップでなんか内海でやと沖さん推してますみたいなポップも作ってくださってて、めちゃくちゃ嬉しかった。岡山県人はねウィンカー出さないからみんなウィンカー出してね、そうみんながみんな出さないわけじゃないけど、岡山はウィンカー出さない人が多いで有名なんで事故が多いから気をつけてください。そうなんですよ。大熊さん食パンありがとう。そうですよ、何気に STU モールで詳しくやったの初めて。え、マジ？そうなの？そうなの？え、やばい50分。ちょ、段順見ます。段順見ます。やばい50分。13位、ヤッピーさん、ありがとう。12位、スーさん、ありがとう。11位、残念なゾラさん、ありがとう。10位、タクトくん、ありがとう。9位、マルフク、ありがとう。8位、東京106ガッチャン、ありがとう。7位ゆういちくんありがとう。6位ストッチーさんありがとう。5位サージカルさんありがとう。4位りょくくんありがとう。3位ロコポコありがとう。2位まさつぐくんありがとう。そして1位がドゥルーなん63さんです。ありがとうございました。ありがとう、マジでお疲れ様でした。明日チャートリート、チャートリー昼公演、夜は花垂れ公演、両方神戸でやります。2公演出ます。うつみ頑張りましょう。みなみさんの卒業なのでみんなで見送ろうね、公開ないように。ありがとう、明日来る方は気をつけてください。明日神戸、嬉しい、会えるの、ありがとう。また会おうね、ありがとう、ありがとうございました。おやすみ。もしよければうつみのインスタグラムと X のフォローよろしくお願いします。ありがとう。インスタグラムと、あやばい、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこツイートしなきゃ。ねむねむにゃんこみんな、ねむねむねむにゃんこまだ間に合うかな。ねむねむにゃんこ、この後ついついリネはねむねむにゃんこ、あいギリギリいきますね。いけた、ポストできた、よかった、ありがとう。あぶねー、じゃあおやすみ。フォローお願いします。ありがとう。